電話で種族地聞いてるときに結婚発表したら混乱してそれどころじゃない説ない説ない説恐怖系チャンネルのいろはです。黒子です。ゾンビです。ということで先ほどね、うん、4秒の動画が上がったと思うんですけども、うん、そう、うん、コンテバミさんマジっすか。いやまあまあここまで来たらマジっすよ。ここまで来たらっていうかまあマジっすね。めでたいなぁ。めでたい。それも多分待ってない。あ、待ってないのか。4秒で報告しただけだからね。言うんだなと。言うんだなって、ね、言うんだなという。お二人ももし結婚された場合言いますもんね。それはまあまた話は変わりますが、ね、もうしてるかもよ。ということでね、はい、YouTube 史上最速の結婚報告動画を出したかったんで一旦4秒の動画まあ出したんですけど、うん、まあ、これが本編、うん、これちゃんと説明していくんで、うん、はい、まあ、ちょっとそれも後半にしつつ、うんうん、はい、結婚の報告を、まあ、普通にしてってもいいんですけど、うんうん、ちょっとドッキリ、うんうん、ドッキリっぽい感じでいろんな活動者さんにちょっと報告して回ろうじゃないか、うんうんうん、まあ、ただ本当にバンビさんの周りにいるそれこそ京ポケメンバーとか、うんうん、お世話になってるバロリさんとか、うんうん、まあ、もう知っちゃってるじゃないですか。まあさすがに伝えてますね。結婚するってこと知ってるんで、うん、まだ知らないバンビーと仲いい実況者とか、そうじゃないちょっとだけ関わりがあるだけの実況者とか、あ、そうだよね、仲いいってわけじゃない誰なんだっつって、まあ、僕らメンバーまだ聞いてないですから。そう、うん、今回やることは簡単で、まあ、よくポケモン実況者がね、あの電話かけていきなり所属地言って、うん、これ何ですかって聞いて答えられるかみたいな検証があると思うんですけど、うんうん、あれね、まあ、ちょっとそれをやっていこうかなと。はいはいはい。なんですがその後間髪入れず、まあ、相手が、まあ、この種族地なんだっけなって考えてるタイミングで、うん、あ、あと結婚しましたで報告していただくと。はい。で、その急すぎる報告で動揺して、もう何のポケモンか当てられないんじゃないかっていうの検証を。どうか。なるほどね。でも普通に考えたらさ、うん、聞き間違いかなと思うよ、うん、多分言えなくはなると思うよ、うん、混乱してということで、ちょっと早速検証していきますか。はい、はい、じゃあ最初、はい、こうちゃんに、はい、ただ種族地を聞く電話をしていくんですけど、うん、まあ、こうちゃん実は僕が結婚すること知ってるので、うん、まあ、知ってる人に聞いたらこういう反応になるよみたいのをね、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、はい、113 70 120 135 65 52。ちょ、スパイス52でしょ。ちょっと待って、サクラビス113 70 120 135 65 52。ガチグマ正解です。そうだ、ファンテールとサクラビスが50になるもん、まあ、そっちが先に出てきて、いやそれがすごすぎて怖い。出ない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 。俺らサクラビスって来た時どこの要素からサクラビスが来たか分かんなかったぐらいなんですけど、まあ、ということでこうちゃんさん今回ありがとうございました。あ、結婚式でもよろしくお願いします。はい、お願いします。なんだこれ。まあ、ということで、あの結婚報告を知ってる人に聞いたら、うん、まあうん、まあ、ちょっとこうちゃんの桜見とか逆にすごすぎたんだけど、うん、まあまあこんな感じになるよね、うん、種族地聞いて、うん、種族地の方でアタフタするというか、うん、どうなんだろうみたいな反応になるんですけど、うん、まあ、実際ね、結婚しますって言われたら出るんですかね。うん、まあ動揺するだろうね、うん、そこは、まあ、気になりますね、今後は。見ていきたいと思います。はい、はい、もしもし。70 70 150 130 90 60。あと僕結婚しました。あ、え、は、え、嘘でしょ。え、ちょっと待って、え、もう分かんない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 けど、え、あ、もう一回言いますか。あと僕結婚しました。は、え、マジ、え、おめでとうございます。ありがとうございます。え、70 70 150 130 90 60。あ、115 130 90 60。え、もう全然わかんない全然わかんない。え、それていうか、どうでもいいかも。え、どうでもいい。待って、それが本当かどうかだけ知りたい。本当です。本当です。マジでおめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、まあ今回なんか一応いつもみたいに電話かけて種族地行ったけど、もっと後に重大な報告があったらポケモン言えない説みたいなところも兼ねてたんで。いや、言えるわけない、言えるわけないし。いや、まあまあむずいし。まあ確かに、確かにまあまあむずい。ポケモンとしてまあまあむずい。分からん分からん。その後の情報のデカさがそれどころじゃなさすぎて、今度ケーキかなんか持ってきます。いや、全然あのそういうためにかけたんじゃないんですけど。あの、ありがとうございます。最高の情報もらっちゃった。よかったんじゃないですか。まあまあそうなるよなっていう。まあまあまあこうなるね、うん、次ピリカさんですか。はい、
ピリッカ。ピリッカさん、どんな反応するんですかね。普通にポケモン答えてきたら面白いですけどね。うん、いや、誰か普通になんか、裏の情報を無視してポケモン答えてほしいけどな。うん、お疲れ様です。55、55、55、135、135、135、あと僕結婚しました。え、おめでとうございます。おめでとうございます。羽ばたく髪、え、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。あ、55、55、35、100、あ、言ってた正解した。羽ばたく髪正解です。すごい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。出会いは、あ、出会いですか。え、おもろかったな。出会い聞いてくるのおもろいっすね。ポケモン簡単だったから答えれてたね。なんかどんどんかけてくらしいですけど、次ポケさんですね。ポケさんの反応おもろそうだな。まあでもね、結構会ったことありますから。はい、もしもし。え、95、120、65、95、75、60、あと僕結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。95、120、65、うん、ポヘさんなら答えられるかもしれないぐらいの、うん、あ、オーロンゲ。おお、すごい、すごいすごいですね。どういうことっていうか、結婚は本当なんですか。あ、本当です。本当なんです。本当なんです。それはそうか、それはそうだよ。いや、そりゃそうなる。そうですね、本当ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。それそうか、そりゃそうね。まあ、本当かどうか疑う、うん、言ったらあれだけど、結構ドライなタイプの反応やなって思ってたけど、うん、本当ですか、うん、そりゃそうだよ。これ何言ってんだって最初多分、うん、実際インゲンさんとピリカさんがすごいよね、うん、飲み込む速度というか、うん、まあなんか、うん、本当なんだのリアクションいきなり入ってきた方がすごいですよね。、うん、いやって言うとさ、もう予想できるわ、うん。はい、80、82、100、83、100、80、あと僕結婚しました。え？あと僕結婚しました。え？80、82、100、83、100、80。何も入ってこん。あと僕結婚しました。え、ちょっと待って、何それ後ろの言葉やめてもらっていいですか。それそれ。まあ、ということで今回なんですけど、あの、よくある電話で、まあ、種族値聞く後に結婚報告したらポケモン答えられない説っていうのやってたんですけど、エルトライさん、メガニウム答えられなかったです。結婚云々関係なく分かんない。結婚はマジなんですかこれ。ネタすか、どうですか。あ、本当だ、本当です、本当です。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。エルトライさんって反応もろいんだよな。2、3回ぐらい同じでしたから、同じこと言って同じこと返ってきた。まあ、一応前半戦終了ということで、はいはいはい、じゃあ続いてたんですけど、ランクマ勝ち勢編、はい、いきたいと思います。はい、もし65、90、120、85、70、60、あと僕結婚しました。あ、65、90、120、85、70、60、あと僕結婚しました。だってもう120が何か入ってこないもん。あ、あと僕結婚しました。おめでとうございます。めっちゃ言わせてるやつみたいになっちゃった。ということで、まあ、今回の企画なんですけど、まあ、電話でね、種族値を伝えた後に重大な報告をしたらポケモン出てこない説ということで、シグマさん出てきませんでした。ポケモンはガラルマタトカスです。うわー、出したかったこれは。おめでとうございます。ありがとうございます。ランクマご疲れてるのにシグマさん協力していただきまして、次はケイちゃんですね。ケイ君どんな反応するんだろうな。普通に真面目にポケモン考えそう。はい、もしもし。70、135、95、45、75、85、あと僕結婚しました。え？70、135、95、45、75、85、あと僕結婚しました。おめでとうございます。もう一回言った方がいいんじゃないですか。あと僕結婚しました。バサギリ。おーおー、すごい、すごい。ということで、まあ、今回なんですけど、電話で種族値を伝えた後に、はい、僕結婚しましたと伝えたら、はい、動揺してポケモンが出ない説っていうのをやってたんですけど、まあ田中さんは余裕だったと、うん、結構前にポケソルとかのあれで種族値クイズみたいなので、バサギリとハッサムがなんちゃらかんちゃらみたいなのを聞いたことがあって、ちゃんと一度聞いたことは抜けないんだよ、やっぱ。頭がいいから。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。
本当だと思ってんのかな。いや、わかんない。なんかとりあえずありがとう言わなきゃいけないなみたいな感じで。とりあえず言ってて本当だと思ってない説ある。動画上がった時に知るかもしれない。確かにガチ勢ではある。わあ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 。違うベクトルのなんかガチ勢の。いやいやいや、ガチ勢すぎでしょ。あ、もしもし。80、120、80、90、65、135。あと僕結婚しました。え？あ、80、120、80、90、65、135。あと僕結婚しました。一旦おめでとうございます。ありがとうございます。え、じゃあ結婚マジっすか？そうっすね、あの一応本当ですね、はい。あー、そうなんだ、だいぶ持ってかれたけど135。もう一回いいっすか。あと僕結婚しました。いや、それは大丈夫です。そっちは、そっちは。あー、はいはい、ごめんなさい。あ、そう、135だったらあいつかあいつかしか多分いないっす。うん、パオリアンっすか。おー、正解です。最近使ってなかったから。で、で、いや、それはどうでもいいっすけど。すみません、なんかちょっと昨日聞いたことというか全然いなくて本当に素でびっくりして、いやなくて。あの、こちら的には最高でした。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。あ、あと、あの、黒子さん1位おめでとうございます。ああ、ありがとうございます。びっくりした。ちょっと意表つかれたね、こっちも。僕も、僕でびっくりした。いや、面白かったですね、うん、ということでね、はい、ここまでいろんな人聞いていきましたけど、はい、次の人たちなんですけど、人たち、ポケモン実況者、ポケモン実況者、もう、え、もういなくないですか、ポケモン実況者。いや、まだまだいますよ、世の中には。あ、いや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 、その、いや、いるのは知ってるんですけど、はい、有関係地の人。あ、でもそれで言うと、バンビさん言及したことありますよ、動画で。言及が上がってたりもして、言及が上がってた。ちょっと次はポケモン歴長いんで、はいはいはい、シンプルになんか僕に何か言うことないですかってちょっと聞いてみてもらって。僕に何か言うことないですか。怖すぎでしょ。そんな僕がその、あ、なんか結構怖すぎじゃないですか、その言い方って。はいはい、その高圧的な態度を取れる相手なんですか。取れる相手なんて世の中にいないですけど。もしもし。あ、もしもし、バンビーです。こんにちは。あ、こんにちは。え、あゆみさん、僕になんか言い忘れたことありませんか。言い忘れてること。あー、シーズン1。ありがとうございます。やった。あ、クロコさんも、はい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。75、75、75、125、95、40。あと僕結婚しました。え、おめでとうございます。ありがとうございます。あ、じゃあ75、75、75、125、95、40。オーダイルかな。惜しいっすね。オーベムですね。ちょ、おーってたんですけど。ということで、まあ、今回ちょっと強ポケの企画で、あの、はい、種族値を聞いた後にちょっと大きめな報告をしたら、はい、動揺してポケモン答えられなくなる説っていうのをやってたんですけど、あゆみさん協力ありがとうございました。はい、え、なんかごめんなさい。ええー、全然その、なんか、いや、こちらこそごめんなさい、なんか、すいません、なんか、ごめんなさい、俺、仕事サボって答えてるのに、外で。すいません、そうですよね。あの、お忙しい中、時間取っていただいてありがとうございます。いや、あゆみさんに報告することができて、嬉しいです。何をですか。あの、僕、え、本当なんですか。あ、本当で、本当です。本当なんですね。おめでとうございます。あ、ありがとうございます。え、なんか、ごめんなさい、ごめんなさいとおめでとうございますと、いろいろなごめんなさいが混ざり、あゆみさん、ありがとうございました。あ、もしもし。はい。あ、お疲れ様です。バンビーです。バンビーじゃん。あ、はじめまして。あの、リドルさん、あの、僕とか京ポケに、なんか言いたいことあったりしますか？いいんですか？あ、どうぞどうぞ。じゃあ、じゃあ、たくさん。黒子さんと、いろはさんが、はい。かっこいい扱いをコメントとかでされてるけど、はい。横にバンビーがいるからそう見えてるだけであって。お前らは中の下だからな。70、55、95、95、110、65。あと僕結婚しました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、ということで、なんか今回その種族値の後に報告をしたら混乱してポケモンが出ない説というのをやっていたんですけど、これゴチルゼルです。最悪だ。え、だから多分混乱してたんですよ、やっぱ。なんか予想ってましたけど、動揺してないの。なんだ、
結婚したんですか。あ、そうですね、一応結婚の方したというのをリドルさんに報告できてよかったです。うわー、なんか最初の言いたいことがなんかすごい嫌な感じになっちゃったいやいや違います、その、まあ、お互いやっぱ そういうの分かり合ってる仲じゃないですか、リドルさん、僕たちだって。皆さん、すいません、おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。2人も頑張ってね。あ、どうもどうも頑張ります。どうも。こういう人たちにかけるのが一番おもろい説はあるよ。おもろいな、うん。お疲れ様です。あ、お疲れ様です。まあ、今回ちょっと京ポケの企画で動画を回させていただいてるんですけど、 DN さんは視聴者代表ということで、先に DN さんに伝えたいなってことがありまして、はい、この度なんですけど、はい、私バンビー、はい、結婚しました。おお何卒よろしくお願いいたします。本当です。本当なんですね。はい、おめでとうございます。あ、ありがとうございます。まあ、またあのイベントに遊びに来てください、はい、そうですね、オフとかあれば、はい、ぜひぜひ、はい、仕事終わり急遽来ていただいた、うん、視聴者代表の DM さん、うん、まあ、でもバンビさんの面言も結構初期から、まあ、初期から言いますね、うん、でオフとかでもね、あったら結構話す、うん、イベントもよく来てくださると、はい、うん、ということでね、はい、はい、いろんな方から、うん、お祝いメッセージいただきましたけどもね、うん、嬉しいっすね、やっぱね。いや、嬉しいですね。売れたい。この動画が上がった次の週ぐらいに、まあ、結婚式があって、うん、まあ、そこの動画もワンチャン、まあ、上がるかも。まあまあまあ、そうだね、ワンチャンね、ワンチャン上がるかも、うん、次はどっちかな、ね、いや、さすがにこっちでしょ。嫌い、こっちでしょ。ビッ、いや、ひっかい、ビッ、さよなら。ということでね、うん、まあ、ちょっとバンビーさんのその結婚までの経緯みたいな、そういう詳しい慣れ初め、うんうんうん、視聴者の人気になる。いや、そうだね、実際ね。いや、でもこれ話すことでさ、今までの俺の発言の矛盾つつくやん。あー、確かに、それあるな。最悪や、もうマジで見つけてこい。最悪や、それあるわ、マジで見つけてこい。いや、これは俺が今自分で言うことで、そこの保険をかけていくという高等的なテクニック使っていいよ。いや、慣れ初め聞いててもいいっすか。そうですね。出会いは何年前かとかから、まあ一応お相手なんですけど、ほう、なんか、うん、活動も多少されてるらしくて、じゃあ有名ってこと？有名じゃないっす。有名じゃないって言って僕が言ったら、有名人同士と有名人ってこと？その誰だろうな。一般女性とこの度結婚することになりました。じゃあ違った。じゃあコンパクトに活動されてる方で、こういう時一般人って言うと、あのお前も一般人だろって言われるので、そうだね。確かになんかあれなんですけど、ヒカキン事件あるから。そう、コンパクトに活動されてるポケカ実況者？あの実況者なの？ポケカ実況者なの？違う、実況の動画投稿者、どちらかというとアマンガキとかな。ああ、そうだね。ああ、まあ、確かに。のなんか、まあ、アムさんというね方とこの度結婚いたしました。はい、まあ、そうですね、なるそめは、なりそめ、なりそめ、なりそめ、バグっちゃってるは結構前でですね、うんうん、何年前なんですかね。てか俺があの YouTube の動画投稿を始めたのが何年なんですか、うん、6、7年前じゃないですか、多分。そんな前。いや、でも多分そうっすよ。いや、マジでそう。いや、そうっすよ。だってウルトラサムの末期だから、うん、ウルトラサムの末期だから、そうだね。そうそうそう、6、7年前っすよ。もうそんな経ったんだ。いや、そう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 。だって剣盾が2019年で今2024だから、まあ5年じゃないですか、うんうん、でウルトラサムの末期だから1年2年としたら6、7年、まあ、1年2年は経たないっすよ。じゃあ6年ぐらい、まあ 5年ぐらい前なんですけど、うん、まあ、その前から、まあ、お付き合いしていた方となります。ヒューそうですね、長いね。なんか、そう、なんか一応編集とかもね、やってもらって、うん、まあ、その支えてもらっていた時期もありました。あの、僕が職を失った時などなるほど、うん、そう、だからこそ、まあ、こうしてね、まだ YouTube 活動ができているというのも正直あります。なんか感謝はしております。それと当然ですけどね、うん、まあ、詳細はね、なんか話すんじゃないですかね、うん、向こう、向こうも向こうなんか話すんじゃないのかなと思います。はい、で、まあ、そっから、まあ、長いこと、まあ、こうして、うん、まあ、こうしてってどうしてって話だけど、まあ、なんか長いこと付き合ってきましたけど、まあ、今年になんか籍を入れまして、うん、おお、まあ、結婚する運びとなったと、うん、ね、意外と6年ぐらいですか。なんで、うん、長いのかな。長いといえば長いんですけど、まあ、長いがゆえに何かね、生活が変わったかとかいうのはないんで、まあ、多分その見てる方に対してなんか結婚したことで変わるようなことはないとは思います、正直。なんで、まあ、そこはね、まあ、大丈夫かなと思っております。今までも特になんか変わった様子なかったですね。まあ、確かに。でも今年はあるダイエットした。あ、まあでもそれはそうか。ああ、でも
それは変わった。まあなんかそれは、うん、始めたのが本当にあのポケモンの友達とかのノリで始めたから、うん、村田くんとかもいる、うん、あの回でね、うん、だから本当に、まあ、関係ないっちゃ関係ないんだけど、まあ、続いた要因の一つは関係あって、うん、なんか1月さ入院したじゃん、うん、あーしましたねちょっとね、うん、でまあなんか心配かけたっていうのもあって、うん、うーんまあやっぱなんか健康には行きたいなっていうのあったからそこはあるけど、うんまあ、このダイエットが結婚と直接結びついたわけではないですね、うんこれずっと言ってますから。でも視聴者が勘ぐるのは、うん、スーツ着れなかったから痩せたんじゃねとか思われるかもしれない。それは特にない。いやガチでないな。だってスーツは買えばいいし買えばいいし。それはそうなんだけど、ね、実際ね。うん、いやまあでも、ね、いやなんか元々ランクマッチとかやってても腰痛いなとかあったから、うん、結構まあタイミングは結構重なりましたねもろもろ。なんかありましたよね。そうそう。うん、決め手というか、まあ、付き合って6年5年、うん、長いカップル。確かに。でなんか結構。じゃあ結婚しよっかっていくハードル高いみたいなね、うん、まあ、かもしんないっすねえ なんで決め手は何だ決め手っすかいやこれ、俺嘘つけないんですけど、うん、いいっすかおでも向こうが結婚したいっていやいやいや、これ叩かれるやつかやばい、どうしよう、まあ、嘘つけないから嘘つけないっすけど、なんかとてつもない結婚に憧れとか僕があったわけじゃないので、うん、これ嘘つけないんで、いやでもあったのはさすがにそのまあ20歳ぐらいからお互いが付き合ってて、うん、まあ言ったら大事な時期じゃないですか、うん、でまあ5年、まあ、僕に捧げてくれてるわけじゃないですか、うん、その責任は果たさなきゃいけないなっていうのはありましたよ。おー、うん、かっこいい。さすがにね、いいねまあまあなんかお互いでももうするよなみたいなのありました。正直、うん、だからぶっちゃけそれっすよ、うん、まあだからその活動前から、活動とか始める前から付き合ってたっていう話をしたからさ、うんまあ、今日ポケでさ、まず最初にバズったさショート知ってる？あーポケモンとゲームどっちが大事だよね。あれか、あれね、だからあそことかもバンビ嘘ついてたんだみたいな、うん、言われるけどあれ本当です傷つけちゃダメですよ。あらあらあら、そこも含めて、まあ、両者ポケモンに理解があって、だからもう全て噛み合いました本当に。まあそうですね、普通に考えて ね終盤ね、そう終盤なんか毎月もうこもったようにやってる人間ですから、うん、アムさん許してくれますから。そう、確かに確かに、うん、優しいですよ。本当に器が広いというか本当に感謝しております。いいことだ、うん、でね、僕違和感すごいですよ。だって、うん、僕、まあ、そもそもワンビーさんとアムさんが、うん、まあね、仲良くというか付き合ってて、まあまあ知ってるからね、まあ、知ってて、まあ、そこでまあアムさんと仲良くね、うん、まあ、話すようになったと、うん、時に、まあ、僕アムさんとまあツイッターフォローしてますけど、うん、まあいきなりリプを飛ばすと、しかも女性の方に、うん、旗から見たら、おこいつなんだと、いつも送ってねえのに誰にも送らないのに、誰にも送ってないのになんでアムさんに送ってんだと、うん、しかも団長ってなんだと、もしかしたら気づいた人はいるかもしれない団長ってなんかさ、なんかおかしいもんね、友達とかじゃないの。そう団長ぐちゃぐちゃではあるからもうね、やっぱね、なんか別に俺は人にベラベラ話してないんだけど、やっぱね、あの噂っていうのはね、どんどん広がって、ね、うん、全然俺と関わりない人もみんな知ってる感じではあったね、正直、うん、ありましたね。まあでもなんかバレたらバレたでいいけど、でもなんかバレるなら自分で言うべきだろうなとも思ったりもしていた、はいはいはい、なんかバレるって言い方あれだけど、別に極端に本気で隠そうみたいなしてるわけじゃないし、別にアイドル売りもしてないから、うん、そこはあんまりあれだったけど、なんか変なね噂が立つのもありますから、まあ、なんかいろいろありましたよ、ね、あーってありました、ありました、ね、うん、まあ、この際こうなったらもうなんか変なね噂も立たないですし、うん、もう無敵の人ですよ、うん、まあ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 というね感じらしいです、うん、感じらしいです、うん。